だってなければ食べられないわけだし、寝られないわけだし、生きられないわけなんですね。ですからそういう正しく自分の心の中で消化をしていくことによって、我慢することからもっとその欲のダイナミックなエネルギーをですね、世のため人のために使っていきましょうというお経があるんですけど、そのお経にこの中極という、意外と分かんない。例えばギターで言ったらね、エレキギターとかアコースティックギターとか、物の違いなのか、弾き方なのかね、三味線自体はその変わらないけど弾き方なのか、そのあたりをちょっとお話しいただいてもいいですか。はい、Thank you.